今ありがとうございます、いってらっしゃい、お疲れ様です、ありがとうございます。今与那原町そして南城市というところの国道331号線のちょうど境界線あたりに来ております。大変通りの 大きい、場所でありまして、通行量も多いんですが、その中にもですね、先ほどからなっちゃんさんや高尾さんが、今マイクを握ってずっと、いろんな思いを伝えていただきました。その時にもですね、この国道沿いにも蝶々がいろいろ舞ったり、そしてまた電信柱で鳩がですね、ずっと止まってじっと我々の演説聞いてくれてるんですね。もう大変爬虫類、いろいろ鳥類もですね、みんなが潤うような、社会になってると、みんなが心配をして、これからどうなるんだろうな、皆さん方の力、令和新選組のボランティアの皆様方の力で何か一歩風穴を開けてほしい、そのような思いで多分動物たちも、耳を澄ませながら、聞いていただけるものだと思っています。本日ですね、私この与那原 南城市の境に来ながら、4区総支部として沖縄県内南部のどのような伝えを、思いを伝えた方がいいのか、先ほど来あったように、私たちこの4区の南部3町含め宮古島市や石垣市、そして多良間村、与那国町、そして他の小離島があります。そういった竹富町もあります。そういった、皆様方の思い、やはり自然を大事にしながら、戦争につながらない町づくりをどう作っていくのか、今令和新選組はタブーのない基地問題をしっかりと、打開決を求めて、努めていきます。声はですね、辺野古の反対運動から始まり、そして私も前、豊見城市長としてオール沖縄というような、諸団体含め、さまざまな保守中道革新も含めてですね、多くの方々から、ご支持をいただいて議員や、市長を務めさせていただきました。そして次にはやはり沖縄のこの基地問題も含めて、所得がワースト、そして沖縄の県民予算がなかなか思うようにいかないところを、しっかりとメスを、切り込んでですね、国に対して、平等に全国平均の環境を作るために、私も汗を流していきたいと思っている次第です。で、今回ですね、南部の話としてみれば、南部の遺骨が混じった土砂についてです。その部分に関して、私も当然、反対をする立場でありますけど、その部分でじゃあなぜ遺骨を混じった土砂を使っちゃいけないのか、そして県はなぜ承認をしてしまったのか、そして国がなぜこのような強硬的な、法を、交えてですね、いろんな施策を取り入れて、進めているのかというところも、しっかりと国会の議論の場で皆様方に分かりやすいように、伝えていければなというところですが、業者の皆様方も当然生活があるわけです。その遺骨の混じった土砂についての業者の生活、そして遺骨を混じっちゃいけないよと言われているこの人道的な部分、その整理をしていかなければいけませんが、私令和新選組の立場としては、そういったことに関してもタブーなき、戦争後の、この戦後処理のですね、問題をしっかりとこれからも対応していくと。その中では今、政権野党と、政権の野党と言われている、政党の皆様方に関しましては、この部分の解決や南西諸島と言われている、小離島の、島諸の皆さん方の、離島の問題に関しても、ノーとはっきりと、ものが言える、そして政党間を、垣根を越えてしっかりと提案ができるのは、令和新選組しかないだろうと私は強く思っておりますので、ぜひとも多くの皆様方が心を一つにしながらですね、今回の4区に関してはしっかりと手を取り合い、イデオロギーよりアイデンティティ、腹6部腹8部の中でしっかりと私たちが令和新選組が先頭に立ってですね、これからの沖縄のこの4区の問題を解決していくんだという、その思いで皆様方にもぜひご理解いただきながら手を
みんなで差し伸べ、取り合って誰一人取り残さない社会の実現に令和新選組がこの4区から先頭に立たせていただければなと切にお願い申し上げますので、この動画を通じてまた皆様方からも拡散のほどよろしくお願いしたいと思います。そしてまた今日ですね、この場所を選んだのは後ろに少し動画で映っておりますけど、まあ私のポスター、山本太郎代表との写った2連ポスターが、掲示されております。で、令和新選組の4区総支部の掲示板という形で、わーっとこの国道沿いを本当に、ここから先南城市ですよ、ここから、まあ、先が与那原ですよっていうような、まあ、表示の中に、まあ、ここから先が山川仁志ですよ、ここから先も山川仁志ですよというような何かこの看板の設置になっていて、まあ、とてもありがたいんですが、これもですね、ひとえに、うちなサポーターズ、令和新選組のうちなサポーターズのボランティアの皆様方のお力添えで、実現をした結果でございます。この動画を、まあ、ご覧になっていただける方が、もし私も自分たちの家や、そしてまた周辺で、こういったポスターありしたいよっていうことがあれば、私に、事務所の方にですね、ぜひご一報いただければ、私と一緒になって、このポスター貼りの活動も私、長谷さんしたいと思いますので、どうぞ、遠慮なく、ご連絡をしていただき、一つでも多くの、まあ、町がですね、令和新選組、そして山川仁志の、まあ、支援に広がるように、お力添えもいただきますよう、よろしくお願いをしたいと思います。さて、そろそろ、まあ、お昼時間の前になりますが、この与那原町や南城市も大変特産品の、ありがとうございます。ありがとうございます。もう今、皆さん方見てるように本当に多くの方々がですね、街頭から声をかけていただいて、トラックや、作業運搬の車だったり、まあ、バイクだったり、そしてまあ自家用車だったりとかですね、まあ、手を振る方々すごい多く反応が、まあ、今広がっている次第でございます。私たちも、まあ、コツコツ、まあ、山本太郎代表が4年間作り上げてきて、まだまだ少数の議員の中で活動している中ですけど、本当に市民のパワーってすごいんですよね。皆様方のこの一つ一つの毎日のコツコツした積み重ねが、今大きな、まあ、種から、まあ、花になるという状況で、もう本当にいい水や肥料をですね、いっぱいいっぱいみんなで分け与えてもらって、大きな成長、ガジュマルのように、まあ、根を張って、そして大きな枝を作って、苦しい時にはみんなで木陰に隠れ、そして楽しい時にはまたみんなでぶら下がって遊んでっていうような、そういった素晴らしい環境になるように、私もこれから、まあ、頑張っていきたいと思います。そして先ほど少し話また戻りますけど、与那原南城市の特産品たくさんありますよ皆さん。今この国道331号線沿いも大変まあ立派な道路になっていきながら、ずーっと続くと皆さん方ご承知の通り、久高島という神の島と言われている場所があります。そしてセーファウタキという観光名所もあって、与那原町にはまあ、もずくを、まあ、取れるようなすごい海産物の豊富な、まあ、浜があったりとかですね、まあ、いろんな形で町が新たに新時代に向けて、動いているところです。そういった中でもやはり軍拡化で市民や県民が不安にならないような街づくりや政治をしていかなければいけません。私たち令和新選組としても、何も心配するな、そういう国をあなたと作りたいというようなキャッチフレーズで、みんなが心配をしない、本当に笑顔があふれるような街づくり、県民のその輪が、取れるように、分断されないように、そういった政治を目指しながら、基地問題に関してはタブーなき、表現でしっかりと私たちはダメなのはダメだということをきっぱり言い続けながらですね、離島問題や沖縄の辺野古問題、そしてもしくは那覇軍港問題等々さまざまにありますけど、そういったことを一つ一つ解決できるように、平和外交を含めて、対応していきたいと思っておりますので、どうぞまずは、この動画、毎回出ることは難しいかもしれませんけど、まずは行って今日は、日賀孝雄さん、そしてなっちゃんさんの、まあ、演説も含めてですね、私の、まあ、お話も少し、圧縮しながらですね、まあ、分かりやすく、まあ、聞いていただければなと思いますので、よろしくお願いします。それでは、今回ですね、お集まりいただきました、ボランティアの皆様方も本当にいつもありがとうございます。そして、先ほど来、まあ、申し上げた通り、こういったボランティアの皆様方のお力添えで山川仁志の輪が広がっていきますので、ポスターやのぼり、
また設置できますよ、そして私たちも協力してボランティアやりたいですってことは、ウチナーサポーターズもしくは山川仁志の、令和新選組4区総支部総支部の事務所までご一報いただければ、皆様方とともに行動をまた起こしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いして、私からの挨拶させていただきます。本日はありがとうございました。一平二平デビル。